どうも、もぐりです。今回は配信ではいろいろ出していたんですけれども、僕が作った村の紹介をしていこうかなと思います。まあ、これから先も配信とか裏とかで作ったものは動画にしてまとまった感じで紹介していこうかなとは思ってるんですけど、今回はその第一弾としてね、こちらの村を紹介したいと思います。で、こちらですね、最初の町、いや最初の村をちょっとイメージして作ったものなんですけれども、ちょっとゆっくり回っていきましょうか。まずここが、まあ、船着き場ですね。まあすごく簡素なので、まあ、そんな大したものではないんですけど、ここに船を止めてこの村に行き着くっていうような感じですね。で、一番最初に見えるのがこちら。これ、まあ、いきなりなんですけど、これ僕失敗したなぁとちょっと思っていて、本当はちょっとね、物見やぐらみたいな感じでもうちょい高くしたかったんですけれども、このはしごがですね、これ縦に伸びるものじゃないので、横にこう、これはしごなんですよ、階段じゃないのね。知らない方に説明しておくと、こう横に伸びてしまうので、どうしても幅がすごく必要になってしまうんですね。現状僕が作れる上に登れる昇降機というものになると。で、あんまり幅を取ってしまうと、これから先のああいった建物に対してのバランスが非常に悪くなってしまうので、ちょっとちっちゃめのね、まあ一応高さはあるから多少物見としては、まあ多少見渡せるかなというぐらいの、まあちょっとした役割ですね。アクセント的な場所になっております。で、さらにここら辺野ざらしなので、結構ね修復が必要で、美味しかった、修復が必要でね、なかなか世話のかかる子ですね。屋根つけるつもりはないので僕ここに、まああってもいいんだろうけどね。まあこんな感じですね。あんまり大したことはない。で、この道をまっすぐ進みますと、まあこれご存知の方も多いかもしれない、こちらね、初めて配信内でがっつり配信2時間がっつり使って作った建物ですね。この村の、まあ、集会場的な場所ですかね。そういった役割を担ってると仮定して僕は作りましたね。で、中はこういった感じで、結構ね張りがいい感じに味を出してる建物ですよね。個人的にもこうのっぺりしないようにと、配信内で試行錯誤しながら、宿泊しながら作った思いがありますね。外観はこんな感じ。ちょっとここら辺はなんかやりかけた痕跡ありますが、まあいいでしょう。まあ内装としてはこういう感じで、まあこれを作った頃僕まだテーブルとかも作れない時期だったので、今だったら置いてたかもしれないけれど、まあ後から手に入ったものを置くくらいだったら、僕は新しいものを作りたいので、ここはもうこれで完成という体にしてますね。一応ここで寝ることもできます。こんな感じです。なかなか正面から見るとインパクトがある建物になったかなと思います。で、こちらはそうですね、村という体だからちょっとした家がないのもおかしいかなと思って、まあ、気まぐれに作っただけなので、特に語るべきものもないような感じですね。一応そこに蜂蜜が取れる蜂の巣がありますね。中は何にもありません。そしてこちらの建物、ここはちょっとした農家の家なんでしょうかね。中はあんまり見せたことなかったかもしれませんが、全くもってガランドな感じですね。
僕自身あんまりこだわりを持ってここに何かを作った覚えはあんまりありませんね。特に何も目を引くものはない感じで、脱走してしまうと困るので僕はいつもここから侵入してるんですが、まあ、ここにはイノシシちゃんたちが僕の食料として日々生活を営んでるわけですね。ちょいちょいお肉を拝借しております。こんな感じ。そしてこちら、ここはもう配信を使わず全部裏で作ってしまったんですけど、意外と正面から見るとダイナミックな印象を受けますが、僕個人的にはここの正面のこのここの三角の部分、少し納得がいってない出来なんですが、ちょっとあの手この手をやろうとしすぎたかなという印象は僕個人あるんですけど、まあこう見ると、まあ、全体のバランスもいい感じには仕上がったかなと。ちょうどここら辺の針が少しダメージを負ってるんですけど、この色のバランスがなんともいい感じに作用しているように見えるんですが、どうでしょうかね。まあせっかくだからこれこのまんまにしときましょうか、直さずね。でこれ結構上から見る景観もダイナミックでいい感じなので、こういった感じで登れるようにしてあります。裏もちょっとね渡れるような感じになってるんですね。これ配信で見せてなかったかもしれないのでね、こうやって頑張って登ることもできます。結構ね一望できてちょっとした村って感じでしょ。で僕個人的な妄想としては、ここがこの村の領主だったり、村長が住んでるような場所でして、中はちょっとした、ね、何人かの家族がいたのかな、まあ、ベッドも6個置いてあって、でここおっとセーブが入って、ここ僕初めてこういう作りにしてみたんですけど、家の中に、焚き火を置くという。で天井を高くして、あそこに煙突もついてるね。このゲーム煙が結構リアルな感じでこもってしまうとダメージを受けてしまうので、天井を高くして煙突をつけるっていうのは最初の、この家の構想段階でそういう家にしようって決めて作りました。おかげで、まあ、快適4を得られて寝ることもできると。しかも嵐の影響も受けずに、薪をくべることもできると、こういう感じです。結構真ん中の針がちょっと邪魔な感じもしますけどね、これがなかったら倒壊してたのでこういうデザインになりましたね。でここには宝箱がチェストが置いてありますね。いろいろ物が入っております。上にもチェストが置いてあるんですけど、まあちょっと設計図がなかったので同じチェストにしちゃいましたが、中には何も入ってませんね。こっからの展望は展望というほどでもないけれど、ちょっといい感じですね、家の中が。はい、続いてこちら、ここは火事場ですね。青銅装備を作るために初めて作った火事場の、まあ錬成所とでも言うのかな、場所になります。ここはちょっとコストをかけて壁掛け食材にしてみました。まあこういう感じでね、内装はシンプルなんだけどちょっとこう土間がある感じを演出したかったんですけど、まあ基本的にはシンプルですね。でちょっと暗くなってきちゃったんだけど、屋根を2段にしたいなということで、これは配信内で作った感じですね。こうやってちょっと2段にするとのぺーっとした感じが薄れる感じで、まあまあそっちのデザインを食わないようにということで作った割にはまあまあいいかなと思います。なるべくシンプルに、だけどワンポイントアクセントがみたいな気持ちで作りました。なので周りは割と
見渡しても特徴的な作りではないですね。特にこっちはのっぺりしちゃってる。こんな感じです。はい。でこの村をデザインする時から決めていたんですけれども、あの船着き場からまっすぐ見えるような形でこんな亀のようなデザインの、僕自身なんでこうなったのかというのがあんまりはよく分かっていないのですが、もともと神様に捧げられる何かこう供物を入れるような儀式的な場所をイメージして作ったんですけれども、最終的には今ポータルがあるワープ状になりましたね。なかなか豪勢な感じ、ちょっと物足りなさは感じるけれどもね、ちょっと豪勢な感じのポータル置き場となりましたね。ちなみにここ大地なる父というタグでございます。ここからワープしてまた別の場所に飛んでいくという、もしかしたら神様の力によりこういう磁場が発生したとかね、そういう設定もあるのかもしれない。はい。そしてこちらですね、まあこれ自体は大したものではないんですけど、僕の中の脳内設定でこの村は、まあこのシンボルを多く置いてるんですけども、これが神様を象徴しているもの、このカゴによってこの村は守られているという、そういう設定で、ほらあそこにもある、向こうにもある、でこっちにもあるといった感じで至る所に置いてあるわけですね。でこの村の人たちは神様は腕が4本あると信じて、これは神様を模してる体なんですけれども、そう、腕が4本ある神様を置くことで、まあ、畑に対するかかしのような感じでこの村を守ってくれると、これさえあれば十分と言わんばかりにこの村には柵も何も僕は置いていませんですけど、まああんまりモンスター来ないので、もしかしたらそれが成功したのかもしれませんが、まあシステム的に言えばただ湧き潰しが成功してるだけという感じですね。こっちには置いてないですね。はい。真ん中を突っ切って走ってみるとこんな感じ。まあちょっとした村感ぐらいは演出できたかなと思うんですけど、どうでしょうかね。はい。そんなわけで今回初めてね、こうクラフトしたものを紹介する動画というものを作ってみましたが、これからもね配信とか、まあ、あるいは時にはこう裏で作ったものとか、ある程度こう作ったものがまとまったらこういう感じで紹介する動画出してみようかなと思いますので、これからもぜひチェックしていただければなと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。また動画配信でお会いしましょう。バイバイ。